ゼロは埋まってます。俺のアラジン、あー惜しいな。あ、マサムネ3ありだな。ここはちょっと勝ちに行くかね。はい、じゃあ久しぶりに時代はマサムネ。おはようございます、しんのすけでございます。3月9日でございますけれども、こちら、はい、辰巳コーポレーション研修センターということでございまして、辰巳コーポレーションことミクちゃんアリーナであったり、ミクちゃんガイア、あ、今回ミクちゃんガイア三木南店お邪魔してるんですけれども、なんと日付が3月9日ということでございまして、ミクちゃんが一番大事にしてる日にここ三木南にやってきたというところで、期待感しかないんですけどね。久しぶりなんで誠心誠意皆さんに楽しいところをお見せしていきたいなっていうふうに思います。時代は政宗、やっていきたいと思います。3月9日なんでね、ワンチャン全まであると思いますんで、はい、頑張っていきますんで応援のほどよろしくお願いします。はい、なんだか久しぶりになりましたけれども、時代は政宗やっていきたいと思います。まだ出るな。あー出ちゃった。あーでも試飲の時近いんで出陣で期待できますね。有利区間スタート時の成立役に応じて出陣レベル3段階振り分けられますので、三日月目以上であれば出陣レベル2以上期待できたんですけれども、まあ普通にただの出目でしたけど出陣レ行ったってことはまあ悪くないかなと。モード行こう。結構これ下の設定だとすぐ A とか B 選んじゃうんで、出陣ポイント15、9ポイントっていうところも連れてかれちゃいますんで、やっぱり打ち始めてすぐ5ポイント以内の出陣モードにいるとだいぶ助かるっていう。で、しんのすけチャンネルでは久しぶりなんですけど、実は昨日打ってるんですね。昨日打ってるんですよ、で昨日まあまあ結果が良かったんで、ただやっぱね、マサムネ3は好きな人好きなんだけど、何なんでしょうね、この15分の1のナビが思うように出ない時があって、それがものすごいストレスなんですよね。で結果的に不人気になってるんですよ。あの当たってる時はそれは楽しいんですけど、これね、これ15分の1もう28ゲーム回してるんですよ。これがみんなのイライラを募らせてる。分かんなかったんでしょうね。これ1ポイントからの発展。おい、ね、おう、すごい大事なの。でおそらく普通に出陣連モードだと思うんですけど、出陣成功する割合は6で 20% だ、5分の1ですよね。で1で6分の1ぐらい。お、ワンチャンあるぜ。サスケだろうな。お、マジでこれは、これはあるぞ。もう早くもなんかある挙動を見せている。このまま行けばだよ。ちょっと大事に行こう。
ブブブっつったらもう6、ブブブっつったらもう6。まあダメでしたけど、気落ちすることなく七人連 50% でループしますんで、そこだ5ポイント以内にね、もう一回、チャンス目、4分の1でチャンスゾーン。これは3ポイントかな。でも出陣は確定してるんで、一応期待度 50% やっぱありそうだね、これね。チャンスアップパターン、ちょっと厳しいか。固定しろでしょ。早い、間一発じゃ。このまま惜しいの必殺。まだだ、惜しいか。これ大丈夫、これは大丈夫。なんと103ゲーム2回目の出陣レーンで刺しましたね。でこの後撃破率50、60、70、80、100% ってあるんですけど、高設定ほど撃破率レベルっていうのが高くて、当然 60% 以上が出てきやすい。でこの辺のレイアクは全部撃破率アップ抽選してるんで、は普通だね。おお、一応60%か。まあまあっすね。撃破率レベルが良くての60%か。チャンス目とか追加で上げての 60% かどっちか。 OK、 もう一個いけ。あー危ない。 OK、 これセリフ先に政宗行った方が熱いんで。それは戦ってみてのお楽しみさ。今ここはサスケの攻撃になっても、第一王は第三で後期が出ればまあほぼ大丈夫。あ、大丈夫、もう大丈夫。これで負けるのはそうね、20回に1回ぐらい。嘘だろ、20回に1回。あ、お前超お前、嘘だろ。通ると思ったよね。俺も通ると思った。だから20回に1回負けんのよ。負けたことあるから。ほら、長い一日になりそうだな。まあな。実は昨日4回向上戦あって4回とも通してんだよね。まあその反動かな。はい。しない。はい、これは弱者からの煽り。
これ入ったら相当高設定っぽいですね。スイカより弱者の方が入りにくいんで、で設定カンパの主軸軸はやっぱりスイカからのチャンスの当選ですよね。6で10分の1、もうこれはもう圧倒的にいいんで、ただまだ僕の台200ゲームましてスイカ一度もその通常時に引いてないんで、さっき前兆中のスイカは本前兆だった場合はチャンス王の抽選当然してないんで、激化率アップ抽選回されちゃいますんで、よし強チェ207ゲーム。お、チャンス名を否定すればほぼチャンスゾーン。はい、2の2です。214ゲーム。いいね。ナイス。オールドチバニョイ。ナイス。チェリーチェリー。ノーチェリー。三日月目ナイス。やーしてる。さあ。思い切って、おーいいね、もうこれリプレイよく揃うんで、これよく揃うんで、あーさ、万感の思いを込めてクラッシュ。あー弱い、お前ちょっと変われって、やめろって、あーダメだー、ちょっとやめてー、あーやばい、もうほんとダメ、無理なんだけど、ねえちょっとやめて、わあそうだろうそうだろう、今日意外と裏取ってくね、裏取ってく、うん、ダメだな、セリフがさ、まあ、あって60%、なるほど、危ない、よし、さっきもな、正宗先行セリフでダメだったからな、爪が甘いぜ、楽しませてくれよ、ダメだね、これはもうしょうがない、これ逆転か、あの復活確定だね、まあまあ出ないよ今日、なんか演出薄いとこばっか選ぶね、おい、だろ、可憐ごと気にしてるまでよ、いやこれはちょっと厳しい、真田丸へはと我が忍術とくとご覧あれ、ダメだ、お耐えられるかな、ワンちゃんワンちゃん
はあれ、まあいいや、ちょっと厳しいな。お、小十郎は三日月目太陽ですんでね。あー、これは3分の2択ベール。あー、お、これも3分の2択ベール。だから通常時だったら今2ゲーム連続でナビが出てたってことで、これはお勝負。ゴンゴン来るね。あ、そうだよね。勝ち戦、さっきのスイカか弱者で、勝ち戦状態をものにしました。要は、ストックしたってことね。薄いな今日。おお、なるほど。123中右左で、さあ3分の1。嘘だろ。今度チェリー、嘘だろ。延長戦まで行けば伸びそうだな。お、チャンス目。お、赤いぜ。お母さん赤いぜ。挟み撃ちで行くか。挟み撃ちな。オッケー。挟み撃ちのベルがもう揃うんで、これはもらいました。自信ですわ。ね、もう自信なんで、自信しかない。オーラーイ！直撃、直撃。左の台が直撃引きましたね。6で256分の1。これはちょっと信頼ですね。さすがの3月9日ですわ。
OK! Let's go! Hey! 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 やり方は至極明快です。僕は常々右右左左の順です、ね、で次はもう右もう決まってますんで、大体30枚引けないっていうのが一番寒いんで、引けなかった引けなかった 2.7 分の1ね、これ引けなかった。はい、やり直し。これは多分レア役じゃないかな。おお、三日月の。お、あ、追撃か。すげえな。全然炎上戦ちゃうのに、余計な特化ゾーンが出てきてくれる。さあ。はい、青なんで、継続期待だ 50%。ただ実際はもっと上だったりすることもあるんで、謎ですよ。さあ、炎上戦。ああ、これまたもう右中左の逆押しをするだけでベル揃う状態になってるんで、今あとは 50% 引くだけですよね。あー、スイカだー。あー、チェリーか。どうだ。あー、もう当たっちゃってんだこれ。おっ、おい、あとは 50% 刺すだけなんで、やり申した。あー、まあこれチェリーかもしんねえ。まだ分かんない、まだ分かんない。あ、大丈夫。さはい、上乗せチャンス。いいね、今日はすごいイレギュラー。
イレギュラーで出してるかも。おい、すごいね。どうした、こんな引かないよ。いやちょっと引けなさすぎだろ。オッケー、ナイスね、ヨシミス。オッケー、次も右だな。おい、ちょっとスイカダメだ、右な。オッケー、レッツゴー。ちょっとダメだね、当たってないもんね。金色が正解で、黒が外れ。オッケー、逆バサミで揃います。ただ次は中右左。オッケー、さ揃えても揃えても超えらんないよね。なんなで揃えられる、謎だからね。なんかパッとしないんだよな。次自信ないんだよ。一応ハサミだけど、ああ2冊、はい、1否定1211枚、まあ十分ですね。あのほぼ助玉では続けられなかったんで、厳しいね。
申し訳ない、本当にマジで、本当にマジで厳しい。お、大丈夫か、どうだ、うーわ、やめなし。さあリーチ、はい、天井です。790ゲームで、この後はどんどん撃破率をアップするための抽選を受けるためにナビポイントでありレア役でありを引きたいですよね、いっぱい。821、あーまあ時間かかっちゃったよね。ああであるならもう一ゲーム後に引けよお前、したらお前数字レベル AA やん、 A やんね、あかんやん、 A やんからあかんやん。ほら263ゲーム、厳しい。はい、ダイナマイトキン、カーカー、いくぜちょっと本当やめて、もう本当にやめて、あーもうそういうのとかもうやめて、あーだめ、ちょ待って、スルガロがさ全体空いてんだよ、あれ当たりあんだろ、あん中今日の状況を見ると一瞬に1台はなんか当たりありそうな出玉は持ってんだよみんな、スロガロ1台当たりあんだろ、この台でワンチャン狙うよりガロでワンチャン狙った方がいいんじゃないか、ワンチャンで言うとさちょっとやらしいことする、この台を追うよりは多分56あんのはね真ん中の2台なんですよ、正宗34台の中で56あんのは真ん中の2台、うん、これは間違いないのだけど、お、これワンチャンじゃん、これアモンステージやん、これアモンステージやで、おお、ちょっとアモンステージカニ歩く、はい、アモンステージスタートなんで画前100ゲームだけでも美味しいと思いますので、でここでやめればいい、はい、やりました。お、昇格してたよ、昇格してた、スイカ一発だったわ、もうこれ立ち回り大成功、総投資31本、アモン狙いは美味しいぜ、保証分だからね。
言うてまだ保証分こっからよ。危ない、これは危ない。お前ちょっとやめてよ。いやそりゃ勝てねえよ。あーしょっぺーよなー。お、どうした。いきなり5対円行きましたね。この挙動初めてだわ。勝ちそう、めっちゃ勝ちそう。星さんクラッシュ。赤文字赤文字。うわめっちゃ勝ちそう、めっちゃ勝ちそうなんだが。おい、そんなこと。いや今のは勝ったねえ、流れ的にさ。武藤さん、これアーモンステージなんですけど、ここはもう限られた時間の中での立ち回りでしたんで、この後は後任に任せたいと思います。はい、600枚、31本使って600枚。はい、お疲れ様です。3月9日のミクちゃんガイア、ミキ南店と外しましたね。マサムネ3、真ん中の2台が当たりで、僕の台はあって4だと思います。ただスイカから最後出てきたんで、なんとも言えないですけどね。ただまあ確実なのは真ん中の2台、直撃双方ともにしてたんでですね。でそれ以外で言うと、常連さん情報で、せいやね、あとはサラリーマン番長2、あれはものすごい安定してましたね。1台だけ右角だけちょっと微妙な感じでしたけど、リゼロ2台ぐらいあたりかな。でリゼロが末尾9じゃなくて、末尾0番台が6だって言ってました。はい、おきどきでよ、台数が多いんで、やっぱそれでそれなりに強いのかな。まあ、ともあれ、各機種に1台以上の当たりが見えてたんで、まあ、そのあたりが一番強い日だったのかなっていうふうに思いました。で私の方が31本投資して4650返してっていう感じ。はい、まあ負けは負けですけどっていう感じで、次回は決まってないんですけど、またそのうちミキミが来ると思いますので、来るときはお近くの方ぜひともご一緒に打ちたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。